こんにちは、皆様こんにちは、黒い猫です。さて、この時間からは、ワンスヒューマンをやっていきます。壁紙ができました。ふふふ。壁紙と天井ですね。床材はまだないんですけど、床も欲しいな。なんかね、どっかの拠点で普通に買えた。びっくりしちゃった。え、普通に売ってんじゃんと思って。ということで、よいしょ。なんか近くの、ブラックフィルタウン。ん？どこだっけ？あ、ここだったかな？普通に売ってたよ。ここだったと思うけど。多分、ドールランド？ドールグラス。どこだっけな。なんかね、売ってましたね、普通に。この人？ショップ？違う、あ、うん？あ、これか？アンティーク、壁紙、天井、なんとかかんとか。普通に売ってた。びっくり、あ、なんかいる。何あれ？何あれ？猫だ。猫もいらんのだけどな。もらっとこう。なんかいらん猫がどんどん増えていく。え、同じような感じで、他の拠点でも買えんじゃねえか？知らんけど。ちょっと行ってみよう。知らんけど。ここは ショップは上か？いた。この人なんだ？なんかこの人違うっぽい。なんか違うっぽい。ショップ。あれ？ショップどこだ？あ、この人か？ないね。レシピ、パーツ、商品、ない。あっちにもなんかいるけど。依頼？違うな。やっぱさっきのとこだけか。ここはさすがにいないよね。どうなんじゃろう。ショップ作業椅子アメリカンローチェスト、この辺のレシピだけだよね。さすがに壁紙とかは売って、依頼パネルじゃない。この人はなんか違う気がする。違うね。やっぱり、さっきのとこだけだね。じゃあ、ここ行ってみよう。お、モンゴルマンさん、こんねこぷー、来ていただいてありがとうぷー。午後からは、ワンスヒューマンをやっております。なんかね、お店で壁紙と天井が変えたので もしかしたら床どっかで売ってるかなと思いまして。お店巡りです。ショップ あ、あるじゃん。タイル。タイル。
これ何？シングルレイヤー、赤いアスファルトシングル。なんだろう。なんか、床っぽい感じはする。床っぽい感じはする。よし。これで、一旦お家に戻り。アスファルト。あの赤いのは床なのか壁なのか。どう？壁？あ、屋根かー。床が欲しいんだが。そうですか、屋根ですか。屋根は別にいらんのよな。でも一応屋根ちょっとつけてるから色変えるか。この反省部屋とあとよくわからん屋根。屋根。赤い屋根。赤い屋根にしましょう。かわいいね。かわいくなった。あ、ここもか。赤い。黒だとこんな感じか。なるほどね。赤にしましょう。赤。かわいいんじゃないか？あ、いいんじゃないか？赤くなった屋根。いいね。よき。よきよき。いいんじゃないですか？いいんじゃないですかね。赤い屋根になりました。よ。室内は、やっぱ床が欲しいね。壁と天井ができたらやっぱ床が欲しくなります。まあ、そのうち、どこかで買えるでしょう。さあ、とりあえず、探索に出かけよう。探索。なんとかプラスチックをいっぱい集めたい。ということで、収容サイロプリズン。ここ行った方がいいのかな。でもなんかここにモノリスポングテレポートタワー。とりあえずトールグラスに行こう。あそこのテレポートポイントをちょっと解放しに行こうか。ここのテレポートポイント。なんかややこしそうやな、この場所。どうやって行くんだろう。まあ、いいか。まあ、寄り道しながら、のんびり行きましょうか。さ、探索。この辺のエリアを探索していると、なんとかプラスチックが取れるので、そいつがいっぱい必要なんですわ。あ、スイカズラ。この辺にね、スイカズラ生えてるんですよ。スイカズラ。あ、これ、うちのウサギちゃんが好きなので、ちょっと取ってってあげましょうね。スイカズラ。スイカズラ。鹿がいっぱい。鹿の子の子の子、虎視眈々。ハーロックさん、今後いらっしゃい。ちょっと喉は目を。この時間からはワンスヒューマンやっていきます。適当に
スイカズラどこで生えてる？ね、このトールグラス、これあるじゃん。ここ出たところ、出たところ、このこのさ、普通にここ出るじゃん。ここから普通に出て、出口出て右手、右手ずーっと歩いていくと、あ、ほら、この辺。出て右手のあたりに生えてます。結構ここいっぱい生えてるから、うさぎにあげる分ぐらいは取れるよ。たまに種も取れるので、種取れたらそれで栽培したらいい。お、セージだ。さあ、適当に探索しながらお散歩します。かぼちゃとか、トウモロコシとか、小麦とか、いろいろ採集。採取しながら、意外に、そうそう、意外に近くに生えてる。なので、この、ここの拠点に来た時は必ずスイカズラ取ってます。あとは、普通に歩いてたら、道端に生えてたりしますけどね。さっき床の壁紙、どこで？どこで？どこで？床の壁紙欲しいなと思ってたのよ。じゃがいも。どこで買える？床。床欲しい。あ、かなり強いとこ、マジか。強いとこ行かないとダメか。それはしょうがないね。まあ、しょうがないね、それは。車が止まっているけれど、なんもない。うん、ん？ここに何かがある。に。あ、スイカズラ生えてる。あ、セージ。セージね、結構使うからね。変えるわけじゃない。探索で手、探索で手に入れたのか。そっか、私壁紙と天井ね、買ったよ。普通に変えた。NPC が売ってた。あ、変えるんだと思ってびっくりしちゃった。うん、来たか？そんなことないか。なんもなさそうだな。持ち物全部拠点に置いといて玉砕覚悟で行った。マジか。恐ろしい。すごいな、やりよる。ゴミ箱。あ、上に嫌がる。もう飛んでるやつ嫌よね。アミガサタケの種が欲しくて。何それ、アミガサタケ何使うの？まあ、料理でしょうけど。何を
何を作るのです？この辺はないか。うちの建物行ってみましょう。病院か。こんなとこに病院あったか。地図では特に探索拠点ではなさそうですけど、病院潜入しましょう。うわー、看護、あ、電話が鳴ってる。え、何何、電話が鳴ってますけど、え、何何、どこで鳴ってんだ。どこかで電話が鳴っている。どこで鳴ってんだ。電話どこ。運ぶと回復効果が高いから、多分、え、電話ん、どこだ、上、強盗は何何、何？ノート、え、何何これ。電話に出るたびに診察室の者が勝手に自己複製して隣の診察室に現れるなんて、これは一体誰のいたずらだろうか。どういうこと、何言ってんの、何言ってんの。ん？ここなんか丸いのが出てるけど、なんだ？なんだ？ん？これ取ったか。赤い。なんもない。なんもない。上行ってみよう。なんもない。うわ、なんだ？なんか動いたぞ、こいつ。何これ、懐かしい。え、何これ、え、何これ、クエストかなんかかな。隣の、ん？隣の部屋と配置を同じにして、え？あ、これ？移動。
そういうこと？酸素ボンベ向こう。黄色いのと、ベッドがこっち。で、隅になんか出てくる。へぇー。処理台。え？うん？この青いベッド動かないよ。あるよ、角に。9とかした方がいい。え、酸素ボンベ。処理台。え？処理台。え？酸素ボンベと処理台しか動かないよね。なんか来た。うん？あるじゃん。え、何が？何が？何が？言えた？え、何が？何が？何が？主語お願いします。え？処理台。猫本さん、滝あこさん、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。この部屋の他の角。え、他の角？あ、これ？ん？え、どういうこと？え、どういうこと？それ？これ？出た。機械移動。え？機械移動。え？機械移動。ポンダプー、ルーレさんいらっしゃいだぷー。配置同じ家？え？あ、これあれか。鏡状態になるってことか。なるほど、わかった。じゃあ、これは、こっちに、するでしょ？そんで、ベッドの手前に黄色いやつ。ベッドの手前に黄色いやつ。ん？え、なになに？攻撃されてんだけど。そんで、えい。で、こ
こいつが？あ？なになに？コーンってなに？あれ、同じじゃないこれで。違う？どういうこと？ノート。ん？ノート確認する。そういうことじゃないの？どういうこと？どういうこと？どういうこと？これを移動。あ、ん？あ、なんか出た。なんか出たよ。なんか出た。おお。なんかもらった。ありがとう。オッケー。こういう謎解きが時々あるよね。うん。謎解き。ん？この病院はもう用がないだぷ。えい。パーツ？パーツ、あ、銃にくっつけるやつ。装備品。これだよね、パーツ。あ、なんかやられてる。装備品、パーツ、ホープ、なんかよくわかんないけどこんなあったからつけてみた。タクティクス、トライアングルグリップ。バーティカルグリップ。なんかよくわからんけど、こんなつけてみた。ようわからんけど。パーツ。ない。こんな感じ？さ、探索。探索の続きじゃあ。お、トウモロコシ。もろこし、もろこし、うれしいな。もろこし、もろこし、うれしいな。何も入ってないな、この辺。急にジャングルになってきた。拠点の上に、イベントボスが湧くので強制参加させられてる。拠点の上に、あ、イベントが湧くところに家建てちゃったんだ。そうそう、それで私引っ越ししたのよ。ゆっくり落ち着いてくつろげないから、それで引っ越ししちゃった。自分から攻撃しなければなんもないけど。でもなんか嫌じゃない？なんだこれ？あ、なんだこれ？変異小麦が生えてる。変異小麦ゲット。変異小麦普通に生えてんだ。
通に生えてたよ、変異なやつ。気づいたら報酬もらってる。へえ。小麦、あ、トウモロコシ。イノシシやっちまえ。肉肉肉肉。さっきまで砂漠で狙撃でイノシシやって、ワンスヒューマンでもイノシシをやる。イノシシはどこにでもいる。お、小麦。ティア3の武銃だと弾の無駄。うん、確かに殴った方がいいね。鹿鹿の子の子の子。空に湧いてるから届かない。あー、なんか空になんか飛行機飛んでくるようになったよね、そういえば。あ、団地妻さんいらっしゃい、こんにちは、来ていただいてありがとう。今日はこの時間はワンスヒューマンやっております。のんびりと探索しながら、採集とかしながら、この世界をお散歩中です。なかなか楽しいですよ。多分ね、砂漠民には割と相性いいと思う。生活楽しいです。これどんなゲームなんです？基本的にはなんか、銃で戦うゲームなんですけど、自分の拠点を持てるので、なんか適当な場所に自分のお家建てられるんですよ。で、建築がめっちゃ楽しいっす。建築めっちゃ楽しいっすよ。砂漠民で、ハウジング、ハーハーしてる人は、好きかも。あ、ここはちょっと敵がいるとこですね。すーちゃん、高子さんのその発言で、砂漠民5万人はそのゲームに気づく。ないないない。ないないない。砂漠の戦闘民は、多分こっちの戦闘とはちょっと違うので、物足んないかもしれないですね。砂漠の戦闘が好きな人は多分、ワンスヒューマンはちょっと違うかもしれない。でも砂漠の生活民は多分これ好きだと思う。おう、面白そう。うん、面白いよ。砂漠はひどくなってきてるので、こちらへミンダプ、ソーダプ、マテルプ。基本的にはなんか銃でバンバンって撃つゲームです。パパッ。えい。死ね死ね。えい。でも私下手くそなのですぐやられちゃいます。ここどこ。テレポートポイントに行きたいだけなんですけどね。お腹空いてる。あ、誰かいる。やったぜ。えへん。人がそんなにいない。
やるやん、えっへん、えっへんどや。そこにテレポートポイントがあるのであのテレポートポイントを解放しに行くラプあれ意外と人がいないな。もっと敵だらけで邪魔されるかと思った。ちょっとお水。ただいまぷ。たかこさん死なないわ。私は死なないわ。あなたが守るもの。あ、テレポートタワーまで来た。ついでにちょっと探索していくか。あ、そこになんかある。うわー、届かない。うわー、うわー。やっぱりダメだったか。どうなってんだここ。人もいないし。なんだここ。入り口がないだぶ。こう登っていくのかな。あ、なんか箱がある。この上はなんだ。ついにここに来ましたか。いや、ワクワク。え？なんかあんの？ここ。ここなんかあんの？いや、テレポートポイントをちょっと解放しに来たついでに、ちょっと散歩してるだけなんですけど。え、なになになに？えい。あれ？死ねえ。お、あそこになんかある。これ謎箱じゃない？ホットドッグ短パン。謎箱ゲットプー。ん？あそこにもなんかある。収納ボックス。ん？あそこに、あ、これただの光か。なんか爆発したけど、なんか爆発してるけど、異次元アンカーがあそこにある。違うか。ん？なんだこれ。はしご。あれこれ登れないか。反応がない。人がいないんだけど、危険なの？いや、わかんない。え、ここ何何なのここ。よう分からんぞ。わあ、わあ、また骨折した。分からん。おは、開かないね。このトラックなんかありそうくない？うん、なんもなかった。なかった。ち。
入り口がわかんない。なんだここ。なんだここ。なんだここ。あれ？なんだここ。よ。あれ？向こう側行けない。見えてるのに行けない。行けないね。よっ。なんだろうね。なんか敵もいないし、なんだこれ。ここ登ってみっか。さっき登った？あれ？もうわからん。あれ？これさっき登ったねえ。あれさっき来たとこだねえ。あれあれあれれあれれおかしいぞ。あ、でも箱がある。さらに上に行こう。建物の中に入りましょう。入りたいんだけどさ、入り口がどこにあるのかわかんないのよね。おっと？おっとっと？やべえ、隠れる場所がない。やべやべやべ。やべやべやべ。このゲームの回復が、もう何回も言ってるけどさ、回復がこれ、グビグビっと飲むポーションタイプじゃなくて、注射だからなんか見た目が怖いのよね。なんか回復するのに注射打つんですよ。デビエーション積んでない？いや、黄色いやつ積んでるよ。どこ？くしゃみ出ちゃった。あそこの階段を登ったらいいんか？正しい、この何ここ、よくわかんないな。防具ってティア 4？ うん、4作りたての4。まだね、強化が最後までできてないけど。みやびさん、子猫いらっしゃい、来ていただいてありがとう。ぷー、なんかよくわかんない、お散歩してたはずなのになんかよくわかんないとこ来ちゃった。なんかの本拠地っぽいところ。なんだここ。しかも人があんまりいなくって、中にも入り口がよくわからん。なんだここ。だいたいこういうとこ箱あるんだけどな。なんだここ。よくわかんないな。あれ？行き止まり？これ。どうなってんだ？
これどうなってんだ。あそこも。じゃあ。紫の光のところに一元アンカーがあるはず。ワープからまっすぐ行くだけだったはず。そうなの？めっちゃ迷ってんですけど。めちゃくちゃ迷ってますけど。わあ、なんか敵がいっぱいいるー。敵が敵がいるっぽいよよ。わあ、落ちたー。わあ、落ちたー。ここに落ちた。もう上に降りたかったのに下ってかっこよく降りたかったんだけど、もう一元アンカー兼チャキーン。あともう一箇所、えい。もう一箇所はどこじゃろ。建物の中に入りたいのだが、どうやって入るんだ。高子さん迷わないはずがない。えい。あ、あれ。この建物は入れないのか。どうやって行くんだろう。謎。見てると逆行ってる。逆？逆ってどういうこと？なぜここで迷子になれる？そんな簡単な場所ですか、ここ。そんなに。あそこになんか紫の光立ってるから。えい。これもまだ未探索だけど、思った方向と逆に行ってる。バンバーン。この中に。あった。どうやって入るんだ、この中。あ、こっからか。おお。到着。よし、二つ目のアンカー有効化だぷ。あとは、武器箱または装備箱を見つけたら OK。武器箱または装備箱。これが一番難しい。どこにあるのやら。
お、お、あ、いた。ここどこかな。箱、箱。広い。こんな広いところで箱が見つけられる気がしない。広いな。なんか敵もあんまいないしね。何なんだろうねここ中入らないの。中ってどこ。中入りたいんだけど入り口がないんだよ。入れないどうなってる。ワープポイントからまっすぐ降りるだけだぷ。え、ワープポイントからまっすぐ降りる、どういうことだ。あ、そこに人影が。ここに何かが。なんもねえな。なんもねえな。いや、そこがワープポイントでしょ？建物？この中ってこと？え、入れんの？この建物。なんか入り口ないっすけど。入り口らしきものがございませんことよ。ここさっきも見たけど入り口ないよねあ、もうここ端っこだ。水色がワープポイントでしょう。とりあえずワープポイントまで行ってみる？ポイントここでしょここから降りるってどういうこと。ここから降りるってどういうこと。この階段降りるってことじゃなくて、え、
どういうこと？あそこに人影が。どういうこと？まっすぐ降りる。わかんねえ。あそこに飛び乗るってことか？ってことはこの上から、ここから飛んだらいけるか。ワープポイントからまっすぐ降りる、どういう意味だ？あそこの小さいあそこに飛び降りろってことかな。えい、あそこか、乗れるか。あー、乗れないけど、はしごがあった、はしごがあった。あれ、このはしごこのはしご反応しない。え、はしご、え、これ何？ただの飾り？何この登れないはしご。人がいた。あれ？ここさっきの異次元アンカーのとこだ。ここ行き止まりだしな。どうなってる？どうなってる？えい。このはしごが使えない。どういうことや。え、普通あのはしご登れるよね。なんで登れないんだ。ここ。えい。あれ？なんかあんのかな？登れないぞー。はしごが、このはしごで登んじゃないのか、普通。どうなんだろう。降りるって言ったら真下じゃない？え？どういうこと？ワープポイントから？え、どういうこと？まっすぐ降りる。あれ、ここ飛び上がれ、飛び降りれない。え、でも降りたらさ、ここの下でしょ？ここワープポイントでしょ？ここから人がいる。え？降りる。ここはさっきから何度も来てるけど。ああ、入り口があった。なんで？さっきなかったよ。さっきなかったよ。え、なんで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 ここを発見できない。いやー、さっき何度も通ったけどね、ここ。
なかったよ、こんな入り口。え、なにこれ、ボス戦じゃん、これ、この感じ。この感じ、ボス戦だよね。ダンジョンがあるとこだよね。なので、ワクワクと言いました。マジで？やりたくないけど、やらざるを得ない感じだぷ。行くか。ここ。こっち側にさ、なんか箱があったりするよね。行けないか。タカコマジックの真髄を変えろみたい。あ、箱あった。見つけられるもの？これ普通に。いや、私もう、これ入り口ないもんだと思って帰るとこだって一人だったら。よし、入ろう。入る。この亀裂空間に入ることができませんって出た。なんで？何かが足りない？え？どういうこと？なんかレベルが足りないとかそういうこと？ F 異次元カーが十分に有効化されていません。え？異次元アンカーが有効化されていません。どういうことだ？どういうことだ？え、まだ装備箱1個見つけてないからということか。箱を見つけてないからいけないの？そんなことってある？入れなかったです。しょぼーん。推奨人数2人になってるけど、それかない。あ、1人じゃいけないってこと？今同じとこにいる？はい？ハーロックさん1人で入れた？どういうことだ？どう？どういうことだ？わからん。アンカー解放できないから俺。アンカー解放できないから俺。どういうこと？謎の呪文が。アンカー解放って何？異次元アンカーを有効化とはまた違うのか？難しいな。もう帰ろ。お家に帰ろ。テレポート。さあ、うさぎちゃんの餌はどうなったかな。まだ残ってるかな。うさぎかわいい。ハートが出てる。かわいい。メインクエがそこまでいってないから有効化できない。メインクエをやんないとダメってことなのか。なんだかややこしい。おぉ、スイカズラがあと1個しかなかった。はい、追加。危ない危ない。クエスト進めてないんだね。
そういうこと？クエスト進めないとあそこ入れないんだ。めんどくさいね。とりあえず修理しよう。修理。修理。そんなに減ってなかったね。よいしょ。OK。で、弾薬は十分 OK。で、寝て、ちょっと寝よう。壁紙と天井ができたよ。なんか、ちゃんとした壁紙とちゃんとした天井になった。床がまだだけど。謎箱だけ開けてきた。畑。まあ、そのうち、あれだね。メインクエも進めておかないとダメだね。でも、いろいろ拾ったからな。エンジニアリングプラスチック42個。いいね、いいね。いいんじゃないの？今日はこのエンジニアリングプラスチック集めをしたかったので、ちょうどよかったです。で、早く。なんか箱もな。もっといっぱい入る箱あればいいのにな。なんかこのガラクタたち、このガラクタたちすごい。邪魔になってきた。金属廃物とかさ、もう6000個ぐらいあるんだけど、すごい邪魔。1000個しかスタックしないのちょっと困るよね。1万個ぐらいスタックしてほしいんだが。どうしたらいいんだ。捨てるのもなー。売れないしね。さっき推奨レベル55のとこ行ってきたから緊張感はなかった。55？ なんだそれ。みんな結構強いとこ行ってんだな。もう写真立て、すごい邪魔なんだが。写真立て、飾れないしな、なぜか。なんか、上限超えてますみたいな感じで。写真立てって1個しか飾れないんだろうね、きっとね。なんかいっぱい飾れたら楽しいのにね。でもなんかサーバー容量の関係とかで、1アカウント1個までとかになっちゃうんかね。知らんけど。玉砕覚悟って言ったじゃん、レベル50が。さっきのあれか。荷物全部箱に入れて行ってきましたってやつ？怖。よく行くな。お、レッドベリー。キノコ。オレンジも。まだ育ってないか。お、100%。キノコの子、元気の子。
知らんのかーい。え？うん、知らんことばっかりやが。まだまだ、この世界知らんことばっかりや。でも楽しいよね。知らんことばっかりだからこそ楽しい。新たな発見。わあ、オレンジも育ってるやん。育ってるやん。黄色いチューリップの種、なんだこれ。植えちゃえ。チューリップなんてどこで拾ったんだろう。こしょう、赤いチューリップ。なんだこれ。いつの間に？いつ拾ったんだろう。スイカズラ。探索じゃない農場とか。ねえ、なんかいつの間にか。なんかの箱開けた時に入ってたのかな。なんか箱開けた時って中身いちいち見ないもんね。何入ってたとか。はいっか。これさっき拾った変異攻撃か。あと肉、キャビア、キャビア、肉肉は調理してしまおう、さっさと。マルトステーキ、さて、なんか動物捕まえに行きたいけどな。動物、吹き矢9個か。吹き矢9個。ウサギ捕まえられるかな。2匹目のウサギ。よし、できた。浮き矢。9個か。どうしようかな。この近所のウサギはちょっと強いので、どこ行くの。ウサギ、ウサギを捕まえに行く。海岸沿いにいるよね。なんかでもこの辺のウサギ弱いからな、刺激で死んじゃう。まあいっか、ちょっと近所のウサギをやりに行こう。適当に探そう。
オオカミ来たら終わりだけどな。いた。早速いましたぜ、ウサギちゃん。オスだ。死んじまった。死んじまった。弱い武器付きで。ああ、作ればいいのか、武器。そうか。じゃあ、武器作るか。ボウガンとかでいいよね。レベル高いとこ行った方が楽だぷ？レベル高いとこ行った方が楽。どっち？どっち？どっち？じゃあ、初志貫徹。ちょっととりあえず近所で探すぷ。近所のうさぎさんをちょっと。お、いた、目の前に。うわ、一撃で死んでしまった。うん、やっぱりダメだ。武器作んないとダメだ。そうか、ハンドガンもティア4とかにしちゃったから。俺もレベル高い方が楽だと思う。んふん。拾った武器で弱いやつないか。分解しちゃってるからね、拾ったやつとか。適当なの作りましょう。ハンドガン。ティア2ぐらいの作るか。うん。これを装着する。ティア2。うん。これで。これでちょっとやってみよう。メスのウサギが欲しいんだけどな。いた。オスか。オスですね。死ね。オスのウサギは死ね。すばしっこいなあ。あれ、どこ行った。見失っちゃった。見失いました。見失っただぷん。あ、いた。ウサギ。うさぎ。いた。メス。メスだ。よし、これで。水準吹き矢。あーん。そう。そう。そう、これ。
あと3発。ちょっと集中させて。よし、来た。捕獲ー、やったぶー。メス取ったぞー。ウサギは狙ってるけど、デビアント出てない。出てないっす。うん、適当にウサギを。ウサギ飼ってたら出るんだよね。パチパチパチ。ありがとぷー。ようやっと捕まえました、ウサギ。念願のメスウサギ。さあ、メスが来たぞー。合う。メスです。さあ、ご飯を食べ。ご飯を食べ。C ランク。ランク上がったりすんのかな？鹿がいる。そう。鹿の子の子の子、虎視眈々。うちの鹿ちゃんです。うさぎかわいい。うさぎ飼えるんですよ。鹿も飼えるんですよ。あと何が飼えるんだろうね。なんか羊、あ、ハートが出てる。ハートが出てる。これ、好物の草を食べたら多分ハート出るんだよね、きっと。美味しいって。ちょっとお茶を入れてきます。少々お待ちを。戻りましたー。ワニ、羊、オオカミ。オオカミかー。クマ、クマー、クマー。クマは強えかな。嫌だな、クマ嫌だな。ワニ、羊、オオカミちょっとな。やっぱ鹿、ウサギと来たら次は羊だよね。いや、ハート出てる、かわいい。クマかわいい。クマどこにいます？クマいますか？ちょっとハンドガンを。ん？こっちに直しとこう。クマどこにいます？あ、ハート出てる、かわいい、かわいい。ハート出てる、かわいい。ウサギちゃんめっちゃかわいい。あ、ご飯、そっか、ウサギ2匹になったから、ちょっと草もたくさん入れてあげないとな。マイナス232、マイナス3525あたりにたくさんいるぷ。マイナス232、マイナス3525、マイナス3525。ん？どういうことだ。古田山？
柿玉師匠いらっしゃい、こんにちは、いらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。え、マイナス、マイナス232、3525、この辺りってことよね。アルファテレポートタワー、クマ。あ、草草草を、ウサギちゃん用の草を開けましょう。スイカズラ、スイカズラな、なんかもっといっぱいなんとかしないとな。とりあえずサフラン、サフラン、オオカミの好物は大型動物の肉って書いてあった。クマしかないやろ。え、鹿でもいいんじゃない。鹿の子の子の子、おしたんたん。丸ごとステーキ、うさぎちゃん2匹になりました、かわいい。サフラン入れといてあげましょう。オレンジも入れとこうか。よし。そしたら、え、クマ捕まえに行く？クマ、クマ、クマ、ねえ、クマいいや。クマはいいや。クマはいいので、とりあえず、メインクエスト進めなきゃいけないよ。草むらの中、溶鉱炉の巣穴に向かい、サイレントビーストの手がかりについて調査する。これか、ここが近いか。とりあえずここ行ってみよう。うさぎの餌も採集しながら行きますか。サフラン、サフランも結構食べますね、うさぎ。そういえば、小鹿、小鹿捕まえられんのかな。小鹿捕まえて飼ったら大きくなるのかな。どうなんだろうね。まあ今は メインクエだ。スイカズラ生えてねえな。セージでもいいけど。この黄色は違うか。トウモロコシ。お、変異してるこいつ。変異トウモロコシ生えてる。珍しい。レアダプー。お、小麦発見。お、あれはセージじゃないか？
お、セージが生えてた。お、3本生えてる。小麦もゲットブー。いいね、いいね。トウモロコシ。なんかここになんかあるな。電車がいる。ちょっと寄り道してこう。駅？これ駅？うん、閉まってるね。なんかないかな。ひっくり返ってる。コンテナひっくり返ってますね。なんもないな。なんもないっすね。なんもないね。なんかあるかと思ったんだけどな。箱の一つや二つ。なんもないだぷ。つまらんぷ。建物もあるけれど。なんだ？なんだ？あれ、なんか、なんか、なにここ？溶解炉の巣穴。あ、目的地じゃん。目的地じゃん。ん？ここから？ん？なんか襲われてる？あ、いた。ハゲワシハンター。この先を右。トランクない。あ、誰かいる、誰かいる。わ、爆発した、怖っ。自爆やろうか。自爆なやつはな、要注意だよな。自爆なやつめっちゃ怖いよ。えい、あれ、怖っ。で、この左側、あ、誰かいる。よし。この先、人がいそうでいない。箱発見。あ、人がいた。死ね死ね死ね。まだいるか。よし。もういないか。クエストを進めよう。あそこに行け。でもなんか敵がいる。
なんかいる。なんかいる。これはなんだ？なんだ？お化け？何これ？飛ばせないのか。地下室に入って他の手がかりを探そう。地下室だと？地下室だと？どういうことや。え？地下室？自爆した。地下室どこだ？地下室。地下室とな。どっからあの家から入るのかな。地下室に入れそうな場所を探すか。上には行けるが、お、箱発見。スリップ注意。レシピ見つけたぞ。どこから地下に入れるのやら。地下室の入り口は大抵家の中にはなくて庭とか裏庭とかにあったりします。ほうほう。庭、裏庭。あ、ここだ。なるほど。ルーデンさん、コグマゲットプ、いいな、おめでとう。赤い蝶々についていくという点もね、赤い蝶々、こんな、ご案内してくれてましたっけ？前から。なんかいる。こんな案内してくれてましたっけ？最近、さっきもそうやって誘導してくれればいいのにねえ。ほんとだよ。でも多分蝶々の誘導にだけついてくとさ、なんか途中のいろんな箱とか見落としちゃうんじゃない？なんか
お宝、お宝を見逃しそうな。えい。お羊とかもいるんだけど、掘っていいの？知らん知らんがな。地下室の最深部を調べる。見た目かわいい？まあ、羊だからかわいいだろうね、きっと。羊なんて見かけ見たことないぞ。おっと、うわぁ、なんかまた広いところ。なんだここ、不思議な。うわー、人がぶら下がってる。怖えー怖えー、人がぶら下がってる。おっかねー。なんか飛ばされたけどギャー、どここれ。狂犬の影。なにここ、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 なんなの、なんなの。なんだここ。なんかいるし。あいつダメージ入んねえし。どういうことだ。なんかしないといけないんだろうな。あ、急にダメージが入るようになった。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ねえねえねえ、どういうこと、どういうこと。どこ行った。どういうこと。挑戦成功。よかった。ふう、怖っ。どういうこと？最初はある程度近づかないといけないっぽい。なるほど。最初からは攻撃できないのか。うわ、なになになに？なになになに？いきなり。人がいっぱいいるよ。戻ってきたらど真ん中っていう。武器箱。クラインに事情を尋ねる。どういうこと？サンドさん、子猫いらっしゃい。
この時間はワンスヒューマンやっております。メインクエを進めているところメインクエを進めているところであります。畑っぽい、畑っぽい猫、なんか小麦でも生えてないかな。ハーブス、メッシュ、ハーブ園なのかここは。クラインに事情を尋ねる。はい。クラインさんどこですか。クラインさん、ん？そこにいたか。痛えぞよっ。どっから撃ってきてる？どっから撃ってきてる？まだいるか。どこかにどこからか攻撃をしてきている。どこだ。あ、いた。クラインさん、あっちです。クラインさんどこ？あ、だいぶ遠いやん。だいぶ遠いやん。もう帰れってことか。ここはまた後で遊びに来てあげるよ。なんかいろいろありそうだけど、おー、え、なに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 、なに今の攻撃、見えない攻撃怖いな。おっと、毒ガスかあれ。怖っ。
ここは何もないな。うわ、人がいる。えい、上にも。ふう、ここかな。一元アンカーだ。解放していこう、ついでに。あれ、動けない。あれ？よし、一元アンカー解放。で、一旦退散しよう。ふう。退散、退散。退散、退散、お退散。退散、退散、お退散。あ、イノシシ。イノシシ。えい。イノシシ。イノシシは家畜にはならんのかな。そういえば。なりそうだけど。なる。なるか。でもそんなに可愛くないからな。イノシシあんまり飼いたいと思わないな。お、セージ発見。赤いベリー。ウリボーは可愛い。あ、確かに。ちびっこは可愛いね。確かに。お母さんじか。捕まえるか。コシカとかも捕まえられるのかな。ちょっとコシカ行ってみる。これで行けっかな。コシカ、ああ、外してしまった。そしてもう吹き矢がない。またの機会に。またの機会ですな。あれ、狼。お、ん、アルミニウムか。小鹿捕まえられたらちょっとかわいい。またなんだっけ、なんとかプラスチック集めないとな。車漁ってたらなんとかプラスチックの材料出るかしら。あ、セージ、オレンジ、ベリー、セージ、お、小麦。
西の方か。どう行けばいい？左側から行くか。なんとかプラスチックはどこでも出る。え、どこでも出る。古田山ならってことでしょ？古田山。古田山の探索で、そのうちエーテルがきつくなるぷ。エーテルとは何、何でゲットするやつ？エーテルってなんとかサイロとか行かなきゃいけないやつ。ひょっとしてエーテルください。エーテル、油田もしくは強いやつ倒す。強いやつ、強いやつとは、やっぱなんとかサイロ行かなきゃいけないの。イースターエッグも作ったりしたので枯渇してます。イースターエッグ、なんだそりゃ、なんだそりゃ。あ、間もなくスイカズラエリアあですね。スイカズラ、スイカズラ、スイカズラ、スイカのズラズラ、スイカのズラズラ、スイカのズラズラ、スイカズラ、スイカズラ、スイカのズラズラ、スイカズラ、スイカのズラズラ、スイカのズラズラ、スイカズラ、スイカズラ、スイカのズラズラ。もうないかな。この入り口付近はね、スイカズラがいっぱい生えてるからありがたいですね。世の中のズラおじさんへ悪意を込めて悪意じゃない、愛です、愛。何の歌を聞かされてんねん。スイカ、スイカズラの歌です。スイカズラの歌です。思いつきで歌ってます。ん？ん？モノリスフォングへ向かう？はい？今度はどこに行けと？またここ？またここ？いい歌だ。ありがとうございます。適当に、適当に歌ったんですけど。もう一回歌えって言われても歌えないです。さあ、一旦修理とかしよう。修理。ん？
そんなに壊れてないか、いっか。んで、わあ、なんかすげえいっぱい物が増えてんな。なんでそういうことだ。これか、スターダストエーテル。これどこでゲットしたんだろう。んー、なんか持ってるけど。これだよね、多分スターダストエーテル。麻薬、麻酔、あ、麻酔針にも使ってるじゃん。え、そうだっけ、これ、スターダストエーテル、そうだっけ。それを作れる専門ミーム撮ってるとあんまり心配しなくてもいいけど。専門、あ、ミームであるんだ。強化と麻酔に使うので大変。なるほど。エーテル。あとは、あ、スイカズル。しまっとくか。しまえない。よくわからなすぎて変えちゃったから、専門ミーム、私もよくわかってないのよな。さあ、うさちゃんたちのご飯は大丈夫か？ご飯チェック。あ、まだ大丈夫。麻酔カズラ。あー、トウモロコシがもう腐りそう。トウモロコシが腐りそう。なんか果物入れとくか。予備のベリー入れときましょう。トウモロコシ全部釣り餌にして、そう、私も釣り餌にしてたんですけど、鹿がトウモロコシ好きなので、ちょこちょこあげてます。モノリスファングへ向かう。モノリス、最悪、収穫しなけりゃいい。収穫？ああ、畑で？なるほどね。まあ、キノコたちが勝手に収穫しちゃうけどな。キノコは勝手に収穫するので使ってない。うん。まあ、トウモロコシ腐りそうになったらトウモロコシオイルとかにしてしまえばいい。プもしくはパンとか、あ、それ小麦はパンか、なんか料理して売ってしまえばいいだぷ。
と思っている。さあモノリスフォングへ向かう。これでさっきんとこじゃない？ひょっとしてさっき行けなかったところ、メインクエがようやくここまで来たよ。デビアントのために花植えといたのに収穫しちゃったり、あ、確かにね。そうそう、それ。これ。よ。これでようやく入れるのかな？あれ、人がいる。You shouldn't be here. I'm just here. Don't you... I heard a few died. あれ、なんかワープ、ワープ。あ、なになに、なになに。飛ばされた。わあ、また、またなんか飛ばされたよ。また謎解きか、これ。また謎解きなのか？なにこれ？わあ、迷路だよー。やべえやつだー。やべえやつだー。迷路だよー。ダメなやつー。ダメなやつー。迷子配信の音量発揮プ絶対ダメなやつ。あー、そこはだるい。あ、だるいの？なにこれ。迷路だプー。息をする声を探せばきっと見つかるでしょう。本気でダメなら壁、右壁沿いに行こう。うん、右壁沿いに、お、ん？お？扉が、あ、なんか扉がいっぱい、え？わあ、わあ、わあ、なになに？なになになに？なになに？いやー。ダメージが入んないぞ。どういうこと？え？何？エスケープ。右。ここから聞こえたような気がしたが、近いよね。うわ、うわ、ダメージ入らんのだが、いやダメージが入らんのだが、え、どういうこと？
消えた？咳をする方に行けばいいのよね、きっと。違うのか？あれ？戻ってきちゃったけど。あれ？エスケープって書いてあるところがあったよね。あ、こっちだ。特に何もないか。こっちじゃないのかな。ゲーホゲーホ。この部屋っぽいんだが。あ、攻撃できる。お部屋には入れねえのです。うまく返しやす、し、しましょう。ぐるーっと回っていく感じ？うわっ！なんだこれ？なにこれ？キモ。どこだ？近い。いた。こいつが4匹いるってことか？うわぁ。うわぁ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 。なんだなんだ。なんだなんだ。あれ？うわぁ。逃げろぉ。攻撃が当たらん。怖い。行き止まり。4匹いるってこと？今のが。ゲホゲホが。なかなか。あ、こっちだな。いた。ゲホゲホが4体いたらちょっとシュール。ああ、え、
どうなってんだ、移動してるのか。何ここ、適当に動きながらまたゲホゲホ探すなかなかめんどくさいね。あれ、うわうわ、こいつは何なんだ一体。あれ、これさっきの気持ち悪いやつだよね。ゲホゲホが聞こえない。ん？聞こえたぞ。そうだ。奴はタカコちゃんに追われる側なのだ。逃げ場などない。そうか。あれ、子供部屋。あまあ適当に。ゲホゲホが聞こえるまで適当にうろうろする。こんな感じなのか。なかなか確かにだるいね、ここは。ん？こんなのあったかな。あ、聞こえた。こっちだ。いた。なんだって、扉、スイカズラ、どうしたのサンドさん。サンドさんもスイカズラ探してんの。戻ってきた、戻ってきたよ。これでさっきのところに行ける？よっ。違うゲームしてるよ。カクリューさんと同じやつ。キバナハスとヒメオウギがたくさんたくさん取れる場所なら知ってるんですが、スイカズラはわからない。スイカズラ多分さっきの出口のところが一番取れる気がする。入る。入れたよー。わ、お部屋だ。何ここ、うわ、なんかハエが、キモ。んじゃここは、んじゃここは、キモ、キモい場所、臭そう。うわ、うわ、何、なになに、キップ、なんだなんだここ、
犬か。わあ、犬、うわあ。いやー、ちょ、いやー、死んだ。そう。これはどうやって戦えばいいんだ、こいつは。謎だ。力技じゃ無理なのか？なんかギミック的なものがあるのだろうか。謎ですね。あの、一分。アドバイスというかネタバレになるけど、いるようなら教えます。はい、お願いします。戦い方を。フィールドに鏡が2枚。鏡、あーこれかな。あーこれ門みたいな。はいはい、これ関係あるんだ。これに入ると瞬間移動できます。おお、マジか。それで逃げればいいんだな。ありがとう、ありがとう師匠。おお、鏡の近くで戦っていざという時に逃げればいいんだ。ああこういうことか。キャー、どこだどこだ、鏡そういうことか。あれ？鏡どこだ？うわあ、うわあ、引っ張られる。弱点を素早く破壊しましょう。なんだって？
あれ、あれをやるのか。ん？ん？あれ？あれ？やられた。この他はまた詰まったらということで。もう一度。左右の前足の肩、付け根。弱点赤く光ってるので、そこを。いて。あれどこ行った？あれ？あ、いた。いやーもうダメだ。え？上に飛び上がってぐるぐる団子になったらそれを必死で撃つみたいな。むずい。むずいぞ。むずいぞ。えい。あれ？ワープしない。にゃーん。いやどこだ？いや、引っ張られる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 。げー、すげー、一撃でやられたな。入る方向によってできたりできなかったり。ワープか。ちょっとまだ無理かも。あれは即死攻撃。あ、そうなんだ。いや、ちょっと、一回諦める。また一回諦めます。これは無理です。私には無理だ、これは。もうちょっと、装備なんとかしてからまた来よう。
諦めるなんて高子さんらしくない。だって戦闘は私天文外ですよ。ちょっと畑が気になるので戻ります。じゃもうちょっと装備を強化してからまた来ます。レベルも45だからね、まだね。もうちょっと頑張って。レベルが上がったら、また来よう。あれ？さあ、うさぎちゃんたち。あれ？あ、2匹いた。ああ、もう、トウモロコシが腐っておる。トウモロコシ少し持ってこよう。ああ、なんでパチンした？もしこいつが貿易システムをなくそうとした張本人だったらどうしますか？ めったくそにやってやる。なんだ。トウモロコシだ。トウモロコシ、ここじゃない。トウモロコシ、あれ？あ、あった。10個ぐらい出して。もしそうなら、わしが何度も倒しに行く。さすが柿玉師匠。めったくそにやってやんよ。よし、これで OK。砂漠の貿易は復活するんですかね。 私たちから貿易を取り上げるなんてひどいだぷ。 あれ？何も拾ってない。そうか、何も拾ってないのか。 スイカズラ。あとは、レッドベリー。さて、もう4時半か。夕飯の支度。の下ごしらえを始めたいので、今日はこの辺で終わろうかな。よいしょ。おっとっと。ぼちぼち。さて、明日からの夕飯の支度の支度。そうそうそう、下ごしらえをね。ちなみにさっきのボスは別にソロで倒さなくてもいい。あ、そうなんだ。じゃあ、今度誰か、手伝ってもらっていくか。貿易なくなり、なくなり、なんとか、もは、削除されたとしか。それは認めたくないな。認めたくない。まあでもね、ゆっくりと待ちましょう。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ワンスヒューマンやってるお友達はいなそう。猫本さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。柿玉師匠、お疲れ様、ありがとうございます。ハーロックさん、おつあり、タカホイさん、おつ猫あり猫、ということで、普通に終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとぷー。タカホイさん、おつ猫あり猫、団地妻さん、お疲れ様、ありがとうございました。
モンゴルマンさん、オツネコープー、アリネコープー。ではまた近いうちにお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。